汎用旋盤という工作機械を用いまして、それ1本でやらせてもらっている会社になります。で自社で何か例えばその装置を作ったりとか自社製品があるっていうような皆様の企業様のようなその素晴らしい企画力であったりとか製品力があるっていうわけではないんですが、弊社がどこにも絶対に負けないと思っている、オンリーワンの技術というのは汎用旋盤という、手仕事を用いた切削加工という、ジャンルになります。で我々例のような実際に昔ながらの会社がこの匠企業に選んでいただけたということは本当に光栄でありがとうございますという気持ちがまず一番あるんですけども、まずこの場をお借りして言えるという格好であれば弊社株式会社一行はまだ3年目の汎用旋盤というと建屋見てもらったらもう何年前からやってるんやというような会社なんですけども、父親の技術と、まだまだ勉強中なんですけど僕の営業ということの掛け合わせ、親子で何とかちょっと会社をやっていこうということで、3年前に起業させてもらったっていうところであります。で、うちの品物、大きいものがちょっと大きくて、これぞ汎用旋盤 の品物だっていうものをぜひご覧になっていただきたかったんですけど、ちょっとあの台に乗せてしまうと台が潰れちゃうぐらいの重量台のものばかりなので、だいたい一つの製品重量がだいたい200キロから150キロを左右するようなボリューム感、旋盤サイズでいうと、旋盤という切削工作機械があるんですが、一番大きい爪で800倍で振り回しという回転軌道ですね、回せるサイズが1000倍前後でやらせてもらってるんですと。そういうお品物を一度持ってきて見てほしいんですけど、ちょっとそれが先ほどの話になるということで、ちょっとありきたりな部品になってしまってるんですけど、あれも一応 NG 機に欠けてない部品を下に置いてます。テーパーの綺麗さとか、あとうちは手研ぎバイトといいまして、NC 旋盤マシニングなどその工作ツールメーカー様が販売されている切削工具を使うんですけど、我々は4号 C とか鉄の角棒から車内の汎用フライアスで成形しまして、その銀ロー付けといってチップをつけてグラインダーで研いで切削をしていくという昔ながらの手法が8割型の切削工程になっています。それなぜかというとチップも一つ単価が結構いい値段すると思うんですよ。片面計算すると、4面使えたとしたら1年が50円とか70円するっていうのが単価になるんですけど、我々はそこもちょっとずつ節約していきたいし、成形バイトっていうところで成形今販売されているチップで加工できないようなセクションまで加工すると、であと手研ぎバイトで行った方が面相度が出るっていうような考えも我々は一応持ってまして、最先端の切削技術にはもういいとこはあるんですけども、やはり我々昔ながらの手で研ぐチップを自分らでつけて自分らで刃物を作るっていう部分に重きを置いています。で今現在その技術を、やられてた、先輩の方々っていうのが大体平均年齢が70歳であったりとか60歳であったりとか、お若いと言われてる、られてる方でも50代なんですよ。はい。で、僕もその今、おかげさまで本当にお仕事たくさん、さっきもずっと回してきてたんですけども、やらせてもらってて、で、助けていただける企業さんが逆に全く見つからない状況になってます。で、逆にそのメーカー様からのお声でいただくのは、やはりその汎用旋盤、職人さんがどんどんご優待されていって、で、次の継承する人間がやっぱりなかなかその続かないというところで、NC というかその最先端の切削工作機械で加工するんだけれども、やはりその単品小ロットという部分でやはり最新のマシンでもちょっと弱いんですと。であとは弊社では成形物であったりとか、あとデンスバーといってプーリーとその写真のところに載せてるんですけど、モータープーリーなど名古屋のメーカーさんとかもやり取りさせてもらってまして、やはりその名古屋の地場でいらっしゃらないんですかっていう、もちろん弊社がお仕事いただきたいんですけど、いただけないんですか、いや何ですかって言ったら、やはりないみたいなんですよ、やるところがなかなか。だからといって弊社が入庁を超えるわけではないんですけど、だからこそ弊社はこの手研ぎバイトであるということと、あと一品一応に強くなければならないというところになって、ちょっと抽象度が高いんですけど価値を見出しているっていう部分がありまして、で今のところもの営業成績といいますか、会社の業績なんですけども、汎用旋盤屋さんで結構ガレージでやってるところが多いと思うんですよ。明らかに親子でやってるところみたいなところが多いと思うんですけど、以上うちも今なんとかやっと5人まで
持ってこれまして、綺麗な新社屋で、皆さん本当に綺麗な建屋でお仕事をされてるので僕本当に羨ましいんですけど、ああいう綺麗な建屋でなぜか中身がボロボロの汎用性能が、ボロボロというのはその景観美だけなんですけど、ね、もちろん僕らも寸法出るために一応掃除するんですけど、そういう部分は欠かすことなく、今の時代にあった汎用性場所がこんなにかっこいいんだっていうところをどんどん見せていきたいなっていうところで、この匠企業というところの受賞をしたかったというのは、本当に汎用性場所がかっこいいんじゃないかなって思ってて、ちょっとスポーツみたいなところもあって、テクニカルにやっぱこういろんな機械を右手と左手で違う動きをして、全く何も形になってない丸材、四角材から製品が出来上がっていくっていうプロセスって本当に僕美しいと思ってて、本当に無駄物作りやなって思ってるんですよ。この輝かせるこの匠企業とね、こういうのをいろいろちょっと自分なりにちょっと挑戦していってるんですけど、でも皆さんちょっと業種がちょっとあまりにも違うのかなっていう部分もあるんですけど、本当に一品一用からいろんな多品種小ロット加工させてもらってるんで、一番小さいものであれば、20倍前後のものから、一番大きいものであればちょっと800倍を超える大きいものまで加工させてもらってますし、単価っていうのも切削工程、各職人の仕事のスピードを上げることによってかなり単価を抑えることにも成功してると思います。はい、ただその NC 旋盤とかの場合ですと、やっぱ単品の単価っていうのがやっぱりプログラムをしたりとか、ああだこうだっていう言ってたら、その分チャージが加算されていくっていうデメリット、メリットデメリットあると思うんですけど、弊社をお使いいただけるメリットとしては、やはりその汎用旋盤なんで、段取りがどんだけ早いかでコストを抑えていく、それチップを使わず手研ぎ早く取れることによって刃の持ちを良くすることで工具のランニングを抑えていくというような格好でやらせてもらってるんで、もしよかったらちょっと展示のところをちょっと見てもらって、あれはちょっと普通にもうちょっとちっちゃいどこでもできるやんっていうような品物になるんですけど、もしよかったら弊社に一度足を運んでいただいて、もしよかったらで全然お時間、皆さんお時間しいと思うんですけど、一度見ていただけたら弊社の魅力とか、昔ながらの加工方法やけどこんなことやってるのやってるの見ていただけると思うんで、ぜひちょっと一度見ていただけたらなと、この場だけではちょっと伝えられることが限界があるなと思ってまして、ぜひ弊社の職人のパフォーマンスももしよろしければ足を運んでいただいて見ていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。